バリアフリー、家が欲しい人さん。家の、家に近づいてますか着々と。はい。まあ、あの、家を買うためには売り上げを大きく上げていかないといけないですから。まあ、ただ、大きいお金を稼ぐのも小さい一歩からっていうことですけど、まあ、しっかり集客して売るっていうことをやらないと、まあ、コンテンツビジネスをしっかりマスターしてないと、うーん、家は結構きついと思いますけどね。 うんなんで、まあ、まあその報告をもらってないんで今どういう状況か分かんないですけどまあアドバンスで勉強していることをしっかりとやるっていう分かんなかったら聞くっていう集客して販売するっていうことをやらないとこの前ねゴミくずさんっていうね2年前か3年前にアドバンス入った人がいてるんですけどあの吉田さん報告もらってあのメルカリコンサル5000円で売りましたみたいなね 100ギブ1テイクですみたいな報告いただきましたけどまあ何でも売れますよそのなんか50何歳の人にそのメルカリのやり方が分かんないみたいな <laughs> でそれを親身に教えてあげて5000もらったみたいな話だったんですけどまあ悩んでる人に対してしっかりとまあアドバンスでね教えてることをやっていただいてあとはしっかりとお金セールするってことですね、うん、それをやらないと多分いつまで経ってもセールスの うん高額な商品も売れないですしうん少なくても50万とか100万クラスの商品を売っていかないと家っていうのはきついと思いますよもちろん数がね何千人何万人いるんだったらまあいけないことは全然ないですけども、まあ、そこまで集まってるかどうかはちょっと分かんないですけどねうんだから例えば1万人とか2万人来いお客さんがいてまあ3万円の商品を1000人が買ったらもう3000万じゃないですか うん、だ3万の商品でも 1000, 1000人売れればもう3000万ですから5万の商品だったら5000万ですよねどうですかね5000万とかだったら家建ちますよね多分まあその都会とかじゃなかったら田舎だった鹿児島とかだったらね5000万あったらまあまあまあすげえいい家建ちますよ多分うんなんか鹿児島に行ってびっくりしたのがあの3万円から家建てましょうみたいなあの触れ込みですからね <laughs> 3万円から家建てられますみたいな <laughs>。夢のマイホーム3万円からみたいなチラシが入ってくるんですよ。びっくりして。東京じゃありえないですね。<laughs> 3万円から家買うとかね、うん。だからまあ、場所によってはまあ建てられますからね。だからまあ、ね、東京都内だったらもう何億円ないと無理だと思いますけど。うんはい、バリアフレイ、家が欲しいではなく、家を手に入れる人に。 ししてみたらいかかがでしょうか欲しいんじゃなくて手に入れる人で、うんはい、言葉は自分を作るですから、はい、また報告をお待ちしております。